ドルドン・アトロクスの化石、バシロサウルス類の化石ワディ・アルヒタン、またはワディ・アルヒタン。英語、ワジエーエールヒタンは、エジプトのファイユーム県にある新生代古代三期の大石層。英語で、ホエールズバレー。日本語で、クジラ渓谷、クジラ谷などと意訳され、別称される当地は、その名の通り、進化過程の早期にあたる。 クジラ類の化石が多数発掘されることで地質学的に著名である。2005年7月には南アフリカ共和国のダーバンで行われた第29回世界遺産委員会にてユネスコ世界遺産リストに自然遺産として登録された。ワディ、アルヒタンワディ、アルヒタンワディ、アルヒタンはアディエル・ラヤン保護地区のファイユーム地方に属する。海路の南南西 150km の エジプトの西部砂漠地帯にある。約4000万年前の当地域にはテティスカイと呼ばれる旋回が広がっていた。その頃に堆積した砂岩、石灰岩、血岩の地層が現在地表に表出している。この指シシンヨバートニアンの地層は最も古いもので約4100万年前から約4000万年前にかけて形成されたと考えられている。この古い地層からは その頃の原始的なクジラ類の化石をはじめ、原始的海ウ牛ウ類の化石、サメの葉、カメの化石なども発見されている。中間の地層からもクジラの化石が発見されているが、最も新しい地層は約3900万年前に堆積し、この地層からは浅瀬に住む動物の化石が多数発見されている。このことは、この時代に地殻隆起が起き、 テティス海が消失していったことを示している。さらに、約3700万年前には、マングローブの森が広がる海岸地帯であったと推定されている。この地域で1902年から1903年にかけて最初に原始的なクジラの化石を発見したのは、イギリスの地質学者、エイジ・ジェイ・エルベット・ネイルである。第二次世界大戦後、 カリフォルニア大学やイエール大学などのアメリカの研究チームが当地を調査。1989年に世界で初めて原始的クジラ類の後足の化石を発見している。3種類のシ,シン魚のクジラがワディ・アルヒタンで発見されている。最大のバシロサウルスイシスは推定全長21メートルを超え、ヒレに進化しながらも5つの指を未だ明確に残す。 前足と後足を備えていた。全体の姿は、原生クジラ類に比べて細長く、長大な体を、蛇やウナギのようにくねらせて泳いでいたと、推測されている。また、発見されたうちのドルドンという小型のクジラ種は、同時代の近縁種と比較する限りではイルカに、似ていたと考えられている。このドルドンは、バシロサウルスほど、特殊化が進んでおらず、 原生クジラ類につながる進化系統上の種、あるいはその禁煙とみなされている。このクジラ類をはじめとした進化系譜と死神魚の海洋環境を示す化石が多数、発見されている場所はこのワディ、ある日単だけであり、この点がユネスコ世界遺産としても評価され、登録物件となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。